Thank you.
上野公園にお越しの皆さん、こんばんは。私たちアドラブルです。よろしくお願いします。はい、なんだっけ、あ、自己紹介だ。自己紹介させていただきます。アドラブルのオレンジさんとみんなの間を照らします、月宮夏美です。夏美って呼んでください。お願いします。夏美、ありがとう。次、はい、アドラブルのピンクさんとみんなを幸せにしたいです、キアライです。あーさん呼んでください。お願いします。アドラブルなんですが、本当は3人で活動しています。今ちょっと百崎莉央ちゃんはですね、体調を崩してしまって今日のライブには出れなかったんですが、莉央の分もね、2人で精一杯頑張るので、皆さん最後まで応援よろしくお願いします。お願いします。はい、今日上野公演久々ですね。久々ですね。はい、楽しんでますか。はい、ありがとうございます。こんな久々で楽しい楽しいライブなんですが、なんと次が最後の曲になります。ありがとう。本当は今日はね、声出せるって思ってね、めちゃめちゃ張り切ってきたんですけど、今日声出せなくてね、ほんとほんと残念で、みんなの声ほんとにきつかったんですけど、でもみんなの笑顔が見えてとってもとっても幸せです。最後の曲たくさんたくさん盛り上がっていただきたいです。皆さんで最後の曲盛り上がっていきましょう。それでは最後の曲聴いてください。Come on!
がとうございます。ありがとうございます。ちょっと落ち着いていい？はい、ということでアドラムルから最後にお知らせがあります。アドラムルこの後じゃなかった、間違えた、なんだあ、次のライブが決まっております。明日秋葉原 ZEST さんにてライブさせていただきます。これもね、声出しはできないんですけど、ライブハウスでとてもとても盛り上がるので、皆さんよろしければお越しください。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、 SNS やってます。 Twitter をやってるんですが、公式の Twitter が1個と個人の Twitter が1個ずつあるので、皆さんフォローの方よろしくお願いします。お願いします。はい、最後にあとお願いします。はい、この後物販があるので、よかったら来に来てください。お願いします。お願いします。はい、物販なんですけど、今日、入場で渡されたチケットありますね、1000円のあのチケットはですね、アイドルキャンパスの、所属のアイドルなら1枚無料でチェキが取れる椅子っていうチケットです。やった。なので今日ね、アイドルキャンパス初めて見て、この子可愛かったなとか、この子気になるなって思った人、無料で取れるので、ぜひぜひ1回はお話ししに来てください。お願いします。お願いします。はい、上の